ゲルジム山のサマリア人たち。2006年、撮影サマリア人とは、時代によって意味が変わるが、主に、サマリア地方の住民、特に、イスラエル人とアッシリアからサマリアに来た移民との、間に生まれた人々やその子孫、及び、サマリア教徒のことを言う。サマリア人は、ホロンとシェケムを中心に住む人々。来イスラエル十部族のうちエフライム族、マナセ族に加え、 レビ族の末裔を辞任している。独自の宗派サマリア教を信仰し、ユダヤ教の一派とされることが多い。2016年現在、初代アロンから数えて137代目と伝わる、独自の大祭司とその家系図を要している。シェケムに住むサマリア人は、イスラエルヨルダンパレスチナ自治区のパスポートを持つため、タクシーやトラック輸送など物流に関わる仕事に就くものも多い。 全世紀には300万人を要していたが、長年の支配と迫害によって1917年には147人にまで減ってしまった。その後、回収者の女性を配偶者として受け入れるなどして、2015年には777人にまで回復した。サマリアは北イスラエル王を無理が築いた都であったが、アッシリア王サルゴン2世紀の攻撃により、 紀元前721年に陥落。住民は補修の民となり、指導的地位にあった行為者は強制移民により他の土地に移され、サマリアにはアッシリアからの移民が移り住んだ。この時、旧イスラエル王国領の残留イスラエル人と移民との間に生まれた人々がサマリア人と呼ばれた。彼らは少なくとも紀元一世紀頃のユダヤ人たちから、 サマリア人が自分たちと同じ神を崇めるのは、列を置きした17時27分 -28 に、あるように、戻って来られた北イスラエル王国の祭司が、布教したからとして、北イスラエル王国と直接関係ない、アッシリア系移民の子孫と見られていた。また、アレクサンドロス大王の時代にゲリジムさんに独自に、神殿を築いたことも、ユダヤ人たちからよく思われず、ハスモガサ、 ユダヤ王国のヨハネ・ヒルカノス一世によるサマリア地方信仰時に前述のゲリジム山の神殿が破壊されるという事態が起こっている。なお、列王期の記述で誤解されやすいが、サマリア教はアッシリア補修の直後はともかく、西暦一世紀頃までにはヤファウェを唯一神とし、偶像崇拝は行わず、モーセを最も偉大な預言者として、滑稽や暗息日といった。 ユダヤ教と同じ風習も持っていたが、相違点として聖地は、エルサレムではなくゲリジム山であり、モーセ語書は聖典であったが、他の書は聖典に加えなかったなどがあり、特にユダヤ教のファリサイ派とはトーラーにない、宗教的規定を守るかどうかで、考えが異なっていた。ユダヤ古代史、第9巻の記述などを見る限り、この時代のユダヤ人がサマリア人を嫌ったのは、 異教徒や異民族との根血ではなく、自分たちを都合によって、ユダヤ人と同族扱いしたり、逆に他からの移住者で関係ないとする、日和見的な人たちだと言ったように見ていたためらしい。もっとも、ユダヤ人たちもサマリア人を完全に、異民族として見ていたわけではなく、前述のヨセフスの、ユダヤ戦記とユダヤ古代史でも、ユダヤ人の領域を挙げる際に、サマリアが入っていたり、 ラビたちもタルムードで、サマリア人を異教と扱いにするか、ユダヤ人に準ずるかで意見が分かれたり、キリスト教のマタイの福音書にも、イエスの弟子たちが、サマリア人を異民族に入れるのか否なのか迷うらしい、描写がある。これ以外にも、新約聖書にはしばしば登場し、イエスの福音を受け入れた者も,も多かった。また、イエスも彼らを迫害の対象とはせず、隣人として受け入れていた。 ローマ帝国時代の37年、ユダヤ総督のポンテラス・ピラトゥスが、ケリジム山に、臨時の礼拝に来た、サマリア人を暴動目的の集結と思い、軍を用いて、強引に鎮圧させ死傷者多数発生。後日サマリア人の指導者が、上記の虐殺は冤罪だと、ピラトゥスの上司のシリア総督に訴えた結果、ピラトゥスは更迭された。ユダヤ総督が、クマノスの時代、 エルサレムへ向かうガラリア人複数人がサマリアのギナエという村で殺害される事件が発生、クマノス総督の対応が悪いと不満を持ったユダヤ人たちとサマリア人たちとの間に抗争が起き、最終的にクマノスが流刑になるほどの問題となる。66年、ユダヤ戦争勃発でシケム近郊のサマリア人たちも放棄し、ゲリジム山に集まるが、 ウェスパシアヌス将軍率いるローマ軍に鎮圧された。東ローマ帝国のゼノン皇帝の時代、サマリア人が反乱を起こすが鎮圧され、彼らのシナゴーグがキリスト教会に改変される。現在、ユダヤ人たちとは和睦が成立し、ユダヤ教徒の一派として認められている。サマリア人の人口は長年の迫害や、 同族内での結婚が続いた結果、20世紀初頭には150名程度の集団になってしまった。その後ユダヤ人女性との通婚などで、2007年には700名、あまりに回復したものの、依然厳しい状況は続いている。特に男性の結婚欄が深刻で、近年ではロシアや東欧に神父となる女性を求める動きが見られるが伝統的な、 サマリアの習俗への服従等が足かせとなって思うように入っていないようである。さらに、ヨルダン川西岸地区の奇数によっては、サマリア人は聖地を捨ててユダヤ人に同化するか、それともゲリジム山に筆足して平和を待つかという厳しい選択を迫られることになる。前期サマリア人に有名なイエスの説法に前期サマリア人の逸話がある。ある立法の専門家が立ち上がり、 彼を試そうとしていった、先生、私は何をすれば永遠の命を受け継げるのでしょうか。イエスは彼に言った、立法には何と書かれているか。あなたはそれをどう読んでいるのか。彼は答えた、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神なる、主を愛さなければならない。そして、隣人も自分自身のように愛さなければならない。 イエスは彼に言った、あなたは正しく答えた。それを行いなさい。そうすれば生きるだろう。しかし彼は自分を正当化したいと思ってイエスに答えた、私の隣人とは誰ですかイエスは答えた、ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗たちの支柱に落ちた。彼らは彼の衣を剥ぎ、殴りつけ、半殺しにして去っていった。 たまたまある祭司がその道を下ってきた。彼を見ると反対側を通って行ってしまった。同じように一人のレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通って行ってしまった。ところが旅行していたあるサマリア人が彼のところにやってきた。彼を見ると憐れみに動かされ彼に近づきその傷に油とブドウ酒を注いで包帯をしてやった。彼を自分の家畜に乗せて 宿屋に連れて行き、世話をした。次の日、出発するときにデナリオンを取り出して、そこの主人に渡して、行った、この人の世話をしてほしい。何でもこれ以外の出費があれば、私が戻ってきたときに返金するから。さて、あなたは、この三人のうちの誰が、強盗たちの支柱に落ちた人の隣人になったと思うか。彼は言った、その人に哀れみを示したものです。 するとイエスは彼に言った、言って、同じようにしなさい。ルカによる、福音書、第10章、第26から37節採取やレビ人が見て見ぬ、ふりをしたのは、両者は祭霊に関わる人物であり、人命救助より祭霊を優先したとする説。また、同じく祭霊に関わる人物には、死体に触れてはならない禁忌があり、被害者がもし死んでいたならば、 近畿に反することになることを恐れたためという説がある。このことから、前期サマリア人とは、そのことによって、自分が不利益をこむるリスクを顧みず、人助けをする行為を指すようになった。サマリア人協会という団体があり、メンタルヘルスをサポートする、エイチャリティ団体として、活動を行っている。ありがとうございます。